Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Ms. Chieko Iget, multi-talented entrepreneur. Chieko is the president of Beauty Therapy, educational consultant, CEO of Kids Academy, president of Green Spa Hawaii, and she's also author of a new book about difference between Japanese and Hawaii parenting. 皆さんこんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けするこんにちはハワイ、ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送はビューティーセラピーの社長でいらっしゃって教育移住コンサルタント、オンコロジーエステ、オーガニックコスメ、さらに著者でもあられる多方面で活躍されているイゲット千恵子さんをお招きしています。千恵子さん、今日はお忙しいところわざわざダウンタウンのオフィスまでおいでいただきありがとうございました。早速ですが、千恵子さんは、いろんなことをされているということなんですが、はい、そのいろんなことをされるきっかけっていうんですね、それもハワイでそれをされるきっかけになった、はい、その辺からちょっとお話しいただけますか。はい、まず、私15年前にハワイに来たんですけれども、はい、その時ちょうど日本で離婚をして、はい、それで膠原病という病気になってしまったので、はい、ちょっと病気療養も兼ねて、ハワイに長期滞在しに来たっていうのが最初のきっかけで、ハワイに住むことになったんですけれども、はい、膠原病、そうですね、難しい病気ですよね。そうですね、はい、日本ではもう治らないと言われていて、薬も治療法もないのでっていうふうに言われたから、ガーンって、で、でその当時子供を抱え、小さい子供を抱えてたので、どうだったんですか。子供が2歳でしたね。2歳の子さんを連れて病気にもなられて、はい、そうですね、離婚もされた。はい、そうなんですよ、はい、でもいろんなことがね巻き起こったので、はい、ちょっと一から人生を立て直そうっていうのと、病気療養も兼ねてハワイに長期滞在してるたんですね。ただ具合もすごく良くなってきて、体調も良くなってきたので、はいはい、それなので、その時にたまたま、うちの主人と出会って、その後なお付き合いして、結婚するっていうことになって、今に、はい、至るわけなんですけれども、はいはい、で、その病気をきっかけに、もともと日本でネイルサロンをしていたんですが、だけどやっぱりそう化学物質を大量に摂取することで、はいはい、やっぱりこう身体に影響を与えるっていうことが、やっぱりすごくアメリカではもう、なんていうのかな、美容先進国として、はい、出ていたので、はい、自分が病気になったり、また自分もアトピーだったので、アトピーもあった、そうですね、はい、だからそういったものと、またあと子宮頸がんになったりとか、いろんな流産したりとか、もう本当に女性のほとんどの空みたいなのは一応体験したっていうか、全部やってしまった、それをマルチでやってしまった、全部やってしまったんですね。でもこれを乗り越えるために、どうしたらいいのかとかっていう考えた時に、やっぱりこう綺麗にやってこう生きる喜びを見つけるというか、頑張るっていうところも、なんか一つのすごくフォーカスポイントになるんじゃないかなと思って。なるほど。で、自分はこうやって元気に、今は元気になったので、何かこう人に、綺麗になることで元気を与えられるような、ビジネスを、アメリカでやりたいなと思ったのが、はい、きっかけですね。はい、しっかりお綺麗になってらっしゃいますけど、ね、じゃあそのネイルサロンをやっていても、日本ではビジネスをされていた。そうですね。でもその、ネイルっていうのは、いろいろマネキュアの化学物質が入っているわけですね。 はい、それとその膠原病とかなんか、そういうのは関係あったんですか。やっぱりその揮発性のその化学物質を毎日毎日大量に摂取していることによって、当然その当時アトピーもすごくひどくて、もうドロドロの状態だったんですね。そう、それもありましたし、やっぱり今美容業界っていうのは、その発がん性物質を大量に摂取している業界として、がんになりやすい業界って言われてるんです、そうなんですね。そうなので、昔はね、工場とかその粉塵とかそういったものでがんになったっていう時代なんですけれども、やっぱそれが、もうアメリカの学会とかで発表されていて、で、もしかしたらそれもあるのかもしれないとか、いろんなこうライフスタイルの改善とか、やっぱり食事療法だったり、いろんなことをこう改善していくと、結構ひどい病気でも元気になるんだっていう、ね、っていうことは、その美容っていうのはやっぱり美しくなるために、いろいろこう本当は使ってはいけないものを使っていたり、そういうことがあったということでしょうかね。そうですね、やっぱりそれを改善されて、そうですね、はい、でやっぱりその
商品化するためにはやっぱりいろんな化学物質を使ってこう、ね、していかなければいけない部分もありますので、うん、まあ、やっぱり美しさと、まあ、反対側にはまあいろんな危険なものもまああるっていうことはやっぱりこう美容業界長くいる間にやっぱり感じているものもあったので、はい、まあ、それをなんかこう健康ってねやっぱり教養の一つじゃないかなって私は考えていて、健康は教養の一つ、はい、そうですね、はい、そうするとやっぱりいい言葉ですね、そうですね、やっぱりこういろんな知識があったりすれば、はいはい、やっぱそれは改善できることで、で薬に頼ったりとか、うん、そういったことをしなくても、うん、まあ健康になれるっていうのをやっぱアメリカって健康のやある種先進国でもあるじゃないですか、はい、なのでそういったものを、まあ、まあ日本の皆さんにお伝えすることもできるし、うん、やっぱり新しくライフスタイルを変えて、まあね、病気にならないこう美容法みたいなのを伝えられたらいいなと思ったんですね。なるほど、はい、でそのオンコロジーエステというのは、はい、もうやっていらっしゃらないということですが、はい、そちらの方にそれはその腫瘍学とかに基づいたということで、はい、されたということですか。でオンコロジーはやっぱり自分がそのがんになった時に、はい、やっぱりなんていうのかな、こうアメリカのがん患者さんってすごく明るい、はい、オンコロジーというのは英語で、そうですね、がんということですね。そうですね、はい、だから腫瘍学みたいな日本語で腫瘍学、はい、と、はいはい、まあ、腫瘍学になるんですけれども、はい、明るいがんの患者さんそうです、はい、やっぱりねすごい医療費が高いから入院もまあ皆さんできないですし、家で治療されてる方とか、うん、まあ、通院して治療されてる方が多いじゃないですか、うん、アメリカで、はいはい、でそれなのでやっぱり、うん、まあ、その中でこう生活をしながらが、まあ、がんと治療していかなければならないっていう中で、うん、そのオンコロジーエステといって、うん、そのまあ、タッチセラピーの一つなんですけれども、タッチセラピーってこのタッチですか、はい、そうですね、はいはいはい、それの一つなんですけれども、もう、はい、エステのようにこう綺麗にするとかっていうのではなくて、うん、やっぱこう第三者に触られることによって、うん、やっぱりこう家族にも話せないことだったりとか、うん、自分のこう悩み事を解放して話せるっていう、うん、はい、ことですごく、まあ、そのなんていうのかな、セラピー的、そうですね、セラピー的効果がすごく高いっていうことを勉強させてもらったんで、うん、あ、じゃあこれはきっとねやっぱり皆さんの役に立つというか、うんうんうん、やっぱすごく困ってらっしゃってる方もいらっしゃるし、やっぱりこう家族にはね心配かけたくないから、こうあんまりね、そう自分で、ね、はい、ね、頑張っちゃうっていうことを、うんうん、まあ、この個室の状態で、うん、まあ、こう吐き出す場所としてなったらすごくまあいいんじゃないかなと思って、まあそれをきっかけにグリーンスパハワイっていうのをまあ始めたのと一緒に、まあ私もともとアトピーだったっていうのも生かして、まあアトピー のスキンケアとか敏感肌とか、まあそういったちょっと特殊なスキンケアのまあエステサロンを始めたっていうのが、まあ最初、まあそうですね、でそのアトピーは治られたんですか。私は綺麗にもうドロドロだったのが、ドロドロがそれはやっぱハワイとその健康のその共有である、そうですね、やっぱり食べ物とか、はいはいはい、そういったものもやっぱり改善しないと、やっぱステロイドね、はい、やっぱりどうしてもアトピーの治療ってステロイドばっかりになってしまうんですけれども、はい、ステロイドに頼らずに、まあ、治していくっていうような方向性で、まあ、ずっと長くにわたって、まあ、勉強してきたことを、まあ、お客様に伝えていくという形でやりますなるほど、はい、そうすると初めの方はもともとやられていたその美容とか、うん、ご自分の病気の体験とか、はい、だから癒しとかっていうのに集中されていて、うん、はい、でだんだん今度はその今やってらっしゃるのはそれだけではなくて、はい、まあ、いろんなセミナーの講師をされているとか、はい、それから教育移住ですか、はいはい、それについてもこう拡大をされているそうです。自分のお子さんを連れていらしたっていう体験も、そうですね、はい、もう私はもう事業のベースは全部全て自分の体験だから、いいと思います。自分がやったことですね。そうですね、もうだから全部自分が一番やっぱ自分は起業家なので、うん、やっぱり新しいことにチャレンジするっていうことに、うん、まあ、常に、まあ、挑戦していきたいなと思っているのがあるので、はい、やっぱり子供を小さい子供を連れて、うん、まあ、ハワイに渡ってきて、はい、まあ、そこで教育を受けさせている中で、うん、あ、日本とこんなに違うんだっていうこともすごく分かったし、はい、また逆に私たちが日本を離れて、はい、日本を見てる時にやっぱり、あ、なんかこういうふうにしたらいいんじゃないかなって思うこととか、すごく外から見て分かることもたくさんあって、はい、なので、まあ、そういったものを含めて何かこう自分は体験したことでなんか人にこう伝えたりとか、まあ、新しい提案としてできることができたらなと思って、はい、まあ、そういうことを形の、はい、はい、ここでちょっと写真を日本でやられている、はい、If you can show first picture here
これは何をしてらっしゃる、これハワイですか。いやいや、これは日本ですね、はいはい、日本はもう今まあ、年間に、まあ、2ヶ月に1遍ぐらい日本には行ってるんですけれども、はい、まあ、そこでセミナー活動をしていて、はい、でまあ、主に私の、まあ、セミナーに参加してくださる方女性の方が多いんですが、はい、もう今3500人くらいの方がもう3500人これも大盛況という感じですか。そうですね、はい、次の写真見せてください、はい、Can you show the second one?でこれは、まあ、ハワイに、ね、住みたい方っていう方もたくさんいらっしゃるので、うん、まあ、ハワイに実際に住むとどうなる、どういうふうに、はい、住んだらいいかとか、はい、まあ、あとはどうやってビジネスをね、ハワイとビジネスをしたいとか、うん、やっぱ国際競争力ってこれからやっぱ日本でもですよね、はい、気づいていかなければいけないなと思っているので、やっぱり私が実際にアメリカで起業したことっていうのは、うん、やっぱり皆さん聞きたい、そうですね、はい、体験なので、はい、どういうふうにやっていったのかなんていうことも話しながら、皆さんにこう、うん、はい、そんなにこう海外の事業っていうものとか起業っていうのがそんなに難しいものではないんだよっていうようなことを、はい、お伝えしたりとかするセミナーを、はい、しています。Can you show the third one?これは同じ状態、はい、同じですか。そうですね、そういった、はい、これどちらでされた。これは東京ですね、はい、100人くらいいらっしゃっていただいた。大変な、はい、なんか熱気が感じられますよね、はい、そうですね。 And the fourth one?でこれは最近、はい、子どもに、ビジネスを教えるという活動もしておりまして、はい、でこの塾の展開を今日本全国でしているので、はい、塾なんですね。そうですね、はい、で子どもたち本当に小学校の高学年から、はい、まあ、高校生 の子どもたちまでいらしていただいて、これはたまたま夏休みの、はい、プログラムなんですけれども、はい、これはなんか1日そうですね、はい、そうですね、はい、それで随分小さいお子さんもいますけど。そうですね、でも2年生くらいかな、一番小さい子でも。でお父さん、お母様がご一緒に参加されているところで、そうですね、必ず親子で参加していただくっていう風にしていて、はい、していて、で子供にビジネスを教える内容なんですけれども、うん、子供だけに教えても、はい、親が理解してないと、なかなか、ね、子供が、ね、いいアイデアがあっても、はい、なんか親がこう協力していけないといけないので、うん、そういった意味でもう親子で受けていただくという、教育のセミナーという感じですね。はい、そうですね、はい、でそれが後半ちょっとお休みいただいた後にお話ししたい、していただきたいなと思っているのはそのキッズアカデミー、はい、それはやっぱりこれの一環なんですか。そうですね、はい、はい、Okay, thank you very much for the pictures、okay. ではここでちょっとお休みをいただきまして、はい、で後半そのキッズアカデミーとか、はいはい、それについてお話を続けてお聞きしたいと思います、はい、okay. Thank you very much. We're going to take a short break hereIt will be right back after a short intermission. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war, you could talk to God, go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck.Dedicate yourself and you can find yourself. Stand in the hall of fame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the hall of fame. Be a champion. Be a champion on the walls of the hall of fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah, yeah.Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Stand in the hall of fame. We are back from break. I'm Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii. Talking with Chieko Iget, multi-talented entrepreneur in Hawaii. Live でお届けしております Think Tech Hawaii の日本語番組 Konnichiwa Hawaii. 今日はマルチタレントではないんですが多彩なタレントの起業家でいらっしゃって、教育移住やキッズアカデミーなどのコンサルタントもされている、また著者でもあるイゲット・チェイコさんにお話を伺っています。それではちょっと続きなんですが、その子どもと親と両方、うん、セミナーをやっていらっしゃるということで、はい、その年間何回ぐらいやってらっしゃるんですか。今だいたい2ヶ月に一遍日本に行ってるので、はいはい、日本はだいたい東京がですか。いやもう日本全国をもう北海道から沖縄まで回ってます、はいはい、で去年ですね、はい、本を出されたということで、はい、それがやっぱりこのテーマだと思うんですが、はい、If you can show the last picture of the book. The, yeah.
これですね、これは僕の人生は僕が決めるっていうジュレーズがついていますが、はい、経営者を育てるハワイの親、労働者を育てる日本の親ということで、なんかずいぶん、ベストセラーの中に入っている本屋さんの中でもあったとお聞きしたんですが、そうです、ね、まあ割と売れましたね、はいはい、そうですこの本の出版もあっていろんなところに行ってらっしゃるということなんでしょうか。はい、もともと、はい、まあ、この本を書くきっかけとなったのが、はい、やっぱりこう日米の教育の違いによって、はい、ビジネスマンの仕上がりがどういうふうに違うのかなっていうのが仕上がり、はい、そうですねやっぱり私も日本のビジネスマン、日本人のビジネスマンとして、まあ、アメリカでビジネスをしてくる中、また主人のがビジネスをしているのをこう見ている中で、はいはい、やっぱりこういう教育の違いで、こういった仕上がりというかビジネスマンの仕上がりがこんなに変わってしまうんだなっていうことがよく分かった。材料はちょっとまあ同じとは言いませんけど、ね、はい、あっても、そのこう作り方っていうか、そうですね、それはやっぱり親御さん の, その育て方、パアレンティングのやり方、そういうことなんですかね。まあ、もちろんそれもありますし、はい、学校の教育がまた全然違うっていうところがやっぱりすごく学んだところというか、はい、でやっぱりその日本 の, 教育っていうのはもう労働者を育てるっていうような感じに私は感じていて、その、まあ、いいサラリーマンをたくさん作り出すっていうような、まあ、今までの、まあ、昭和のね教育だったと思うんですけれども、はい、やっぱりこれからは、それだとちょっと、ね、日本がこう国際社会でなんか置いてきぼりにされてしまうのはもう外から見ててすごく、はい、もどかしかったので、はい、ぜひじゃあ自分が体験したことを、うん、まあ書いてもらえませんかっていうようなお話をいただいたんで、はい、じゃあもうぜひねそういったことを伝えられるのであれば、うん、まあ、書きたいですっていう。やっぱりじゃあ これまでの教育の日本の教育のやり方っていうのでは、はい、やっぱりその世界で機能していかないんじゃないか、通用しないんではないかという、はい、そういう考えなんでしょうかね。そうですね、はい、まあ、ここでハワイの教育のやり方っていう風になってるんですか。それはアメリカということをハワイで代表されてるんですか、うん、やっぱりちょっとハワイって特殊なところもありますよね。そうですね、ハワイってやっぱりアメリカの中の、はい、まあ、ちょっと離れた島であって、うん、はいはい、それで、まあ、たくさんのこう民族が仲良く暮らしている唯一の州だと思うんですね、うんうん、はいはい、そうだからそういった意味ではその本当にダイバーシティというか多様性をすごく私たちは理解して暮らしているところだと思うし、うんうん、なのでそういった意味ではこう世界がこう仲良くもお花っていう、ね、はい、のがあるように、はい、言葉ですけど、そうですね、やっぱそれっていうのはもともとのベースに、まあ、ラブっていうか愛があって、うん、でみんながまあ協力していて、うん、まあ、暮らしていくっていう意味では私すごいやっぱり素晴らしいところだなと思っていて、でやっぱり子どもをここで育てられたことっていうのは、まあ、ものすごい良かったことだなっていうふうに思っているので、はい、なのでね、その教育の違いももちろんアメリカと日本と違いますし、うん、まあ、ハワイも少しちょっとだけ違いますけれども、うん、その中でやっぱりこうなんていうかな、こうなかなかこう外に今ね日本の方たちもなかなか外に出なくなってしまった時代になってしまって、はいはい、若い人も特にね、そうですね、そうですね、はい、それだとやっぱりもったいないなというのと、うん、やっぱり世界ってもっと面白いんだよっていうのも含めて、うん、まあ、自分の体験してきたことをこう壊らずにこう挑戦してもらえるようなものができたらいいなと思ったんですね、はい、まあ、簡単にって言ってこの本になっているので簡単にはいないと思うんですけれど、うん、はい、日本とそのハワイ、またアメリカ の, その、はい、何が違えばいいんですか。こうキーポイントを言うと、はい、どこが親はどういうふうに子どもたちを育てていけば、私たちはやっぱり、はい、点数評価で、うん、学校の教育自体がやっぱり満点を取らせるというか、うんうん、点数を取らせるための教育だったので、はい、もう何も考えさせないっていうか、うんうん、考えないでとにかく覚えなさいみたいなことだったと思う、うんうん、だから0から1を作り出すことが非常に苦手だっていう、うん、その代わり、まあ、1から5っていうのをね発展させたり、そのクオリティを良くさせたりするのは私たちって得意な分野だと思うんですけれども、ね、そうですね、はいはい、だから全くないものを作り上げるっていうのが非常に苦手だと思うので、うん、それはやっぱりその考えさせなかった、これってどうなんだろうとか、これって何か何なんだろうっていう、いろんなものをやっぱり考えさせないでこう詰め込んできたっていう部分が、なるほど、じゃあ、まあ、暗記主義とか、ね、与えられたものはちゃんと受け取りなさい、はい、きちんと覚えなさいという教育はしているけれど、はい、何もないところから何かを作り出すみたいな、はい、そういう感じですかね。そうですね、あとまた挑戦することも、うん、その失敗を恐れてしまうっていうところで、はい、やっぱりこう人の様子を見てから始めるとかっていうので、はい、やっぱりこう何かこう
力がこう発揮できにくいというか、 なかなかその失敗も認めてもらえない雰囲気があるので、うん、挑戦することをまあ恐れてしまっているっていうところが、はいはい、やっぱりまあ大きな違いかなというふうに思います、はい、あの千恵子さん教育移住相談のコンサルタントもやってらっしゃるということなんですが、はいはい、あのまあ、日本にいらっしゃる親御さんたちは、まあ、外国に出して特にハワイなんかこう近いし、はいはい、日本語も通じるらしいって言って、はい、あの留学に、ね、うん、あの親子連れで来たりまたお子さんを出す方も短期とか長期でいらっしゃると思うんですが、はい、やっぱり親の考え方としては、はい、英語ができるとなんか国際人になるんではないかみたいな、うん、でもそんな簡単なものではないというわけですよね。はいはい、そうですね、はい、やっぱり英語ができてもやっぱコミュニケーション能力って、まあ、どんな言語でも同じだと思うんですけれども、うん、やっぱり喋ったり伝えたり、はい、人に理解してもらったりしなければ何の機能もしないじゃないですか、うん、はいはい、でやっぱり私たちは読み書きをベースに勉強してきたから、うん、人前でこう喋るとか、うん、人にこう説得するとか、うん、ね、交渉するとかっていうのがちょっと苦手じゃないですか、うん、ここ黙って聞いてます、ね、そうですね、意外と日本の方はね、そうですね、はい、そうすると実際にこう国際ビジネスをした時に、うん、あ、それだと全然相手にされないっていうのが私自身もすごく分かったので、やっぱり自分が英語が一番上達したなと思うのはこうビジネスで交渉しなければいけないとかこう切羽詰まってることで使う英語のところがやっぱり一番あの上達が早かったなと思うので、その英語っていうのはその語学力だけではなくて、その交渉力とか判断力とか、そういうことですかね。そうですね、でやっぱその使いこなせなかったらまあ意味もないし、でまた逆にその言語ができることによってこう、あ、この人はどういうふうに思ってるんだろうかっていう想像力もまあ含めて広がると思うので、そういった意味でやっぱりその、ね、英語だけができてもそれをどうやって使うか、ね、人を助けたりすることもできるわけだし、そういったもう意味のある使い方っていうのをしなければまあもったいないなっていうふうに、はい、思います。あとやっぱり女性として、はい、あのハワイに来られてですね、はい、であの特に小さいお子さんを連れて、はい、まあ、再婚されたにしても、うん、やっぱり女性として日本で生まれてっていう方が起業、はい、その起こす方の起業ですよね、うんうんうん、それをもういくつもしてらっしゃるということで、はい、これからですね、まあ、そういうことを考えてらっしゃる方とか、はい、そういう方に何かこう、私だったら今もう一回やるんだったらこんなやり方があるわみたいな、またはそのフィロソフィーっていうんですかね、はい、あのなんか哲学っていうか、うん、私はこういうことをモットーに考えてるみたいな、そんなことはありますか？あ、私はやっぱりもう明日死んじゃうかもしれないっていつも思っているから知らないでくださいね。そうなのでやっぱ後悔しないように生きたいっていうのがあるから、もう今日できることは今日やるっていうことで、もう本当今やれすぐやれとっととやれっていうのが私の、今やれすぐやれとっととやれだそうです。そうそうそう、はい、なのでやっぱりこれだけねスピードがこう進んでるっていうかこうね、テンポよくバーッとビジネスなんかもスピード力がまあ必要になってきていると思うので、やっぱりこう迷ってる暇はなく、とりあえずまずやってみて、まあ後からこうなんかね、そのちょっと間違えてもまた直せばいいかみたいな、いいかみたいな、あの割と軽い気持ちで、うん、あのやってます、うん、こうゲームを毎日クリアするような気分で、うん、ゲーム感覚でやってるので、うん、だから疲れないし、まあ、楽しいし、おいいですね、まあ、そうなんですよ。起業とかいうのは大変っていうふうに思う方が私も含めてなんですが、はい、多いと思いますけど、ゲーム感覚で楽しんでやると、はい、皆さん聞いておいてくださいね、ちゃんとね、はい、ということだそうです、はい、あとそのエネルギーっていうのはどっから来るんですか？いろんなことをしたいって、やっぱり好奇心もありますし、うん、やっぱりそのなんていうのかな、こう時間ってもうね、有限じゃないじゃないですか、限られた時間の中で、うん、はい、まあ、1日どれくらいのことができるのかっていうふうに考えていくと、はい、やっぱりこう何か興味があったものを、まあ、すぐやってみる、挑戦してみる、とっととやる、とっととやるっていうふうに挑戦していくことで、はい、まあ、ずっと休まず、まあ、動いてますよね。もちろん失敗もあるわけですよね。もちろんもちろんあります。で、失敗した人がもうわーってなっちゃう人が多いと思うんですけど、はい、私も含めて、はい、それはどうやってこう巻き、もうね、反省はしないんです。反省はしてはいけないそうですね。そうです、はい、反省はしても全然こう前に進められることじゃないので、はい、この失敗をどうやって次に、まあ、うまくいかせるかっていうことを先に考えればいい
と思ってるので、あ、うまくいかなかったわみたいな、そんな感じですか？っていうか、まあ、うまくいくまでやるっていうのは、はいはい、まあ、常に心がけてます。やるべきことはやる、そうですね、そう、はい、いや、うまくいくまでそのやる、やり続けるっていうか、はいはい、だからこの方法がダメだったらこっちの方法があるさっていうふうにして、こういろんな方法で、まあ、うまくいくところを、まあ、自分で見つけ出すっていうことは、まあ、ずっとそれをゲーム感覚なんで、ゲーム感覚あ、はい、楽しむ、その道筋を楽しむっていうことですかね。はい、そんなに真剣にこう暗く考えずに、そうですね、はい、それしたらもう多分できないと思うので、はい、それはなんかこうハワイの太陽からもらってるんでしょうかね。あ、でもやっぱりハワイに生かされてるなっていうのはすごく感じますよね。でやっぱりこうオンとオフができるっていう意味では、うん、やっぱり私はもう今はちょっと日本にの仕事の方が忙しいので、はい、もう日本に仕事に行って、まあ、ここで帰って休むみたいな。なるほど、ちょっとここで休暇を、ね、まあ、してらっしゃると、はい、住んでいてもそういう感じなんですね。やっぱりそのいろんなことをされていて、今これっていうのが、うん、あるんじゃないかと思うんですけど、はい、今一番フォーカスしてらっしゃるのはどんなことにフォーカスしてらっしゃいますか？やっぱり私はそのなんていうのかな、こう日本の国を出てきてしまっているじゃないですか、うん、私たちって、はい、すいません、私出てきてしまっています。そうだけれどもやっぱりなんかもういい年なんで、そろそろ日本に恩返ししたいなと思っていて、はい、で何かまあ自分がその海外で体験したことが、うん、まあ、日本のこれからの子どもたちの未来とか、うん、何かこうお母さんたちとか、うん、そういった女性の方たち の次の世代の方とか、ね、そうですね、何かに、はい、まあ、役に立つことができたらいいなと思っていて、うん、でまあ、もう自分の息子 もう結構大きくなってしまっているので、うん、なので、まあ、これからはこう他の、ね、方たちにもなんかこう社会貢献できるようなことができたらなと思って。では鶴の恩返しではなくて、ね、はい、日本へ千恵子の恩返 し恩返し。最後にじゃあこのもし千恵子さんとお話をしてみたいとか、はいはい、ブログもやってらっしゃるんですね、はい、ということをどこにご連絡すればよろしいでしょうか？多分イゲット千恵子で検索してもらえればバーって出てくると、バーッと出てきます、はい、Facebook とかそういう感じでも、はい、いろいろ出てきます。はい、イゲットさんというのは、カタカナでイゲット、はいはい、イゲットちえこさんということで検索していただければと思います、はい、今日は本当に面白い話をありがとうございました。それではお時間が来たようなので、また今度は息子さんの話なども聞かせていただきたい、どういうふうに育てられたのかな。はい、OK, we're out of time. Thank you very much for coming, ちえこ. And stay tuned for more shows in Japanese next show.And this is Think Tech Hawaii in Japanese. Konnichiwa Hawaii. Thank you for watching.